巻結び巻結びとは、ロープを芯に縛り付ける結び方の一つ。英語では、クローブヒッチという。古くから、船舶関連で用いられており、クローブヒッチとして、初めて紹介されたのは1769年の、ウィリアム・ファルコナーの辞典が最初である。とっくりを吊るすのに用いられたことから、とっくり結びということもあり、また過去結びという和名もある。登山関係では、マスト結び。 インクノット、船乗り結びなどと呼ばれ、キャンピングでは止め釘結びと呼ばれる。巻き結びのためのループ巻き結びは、芯に対して同じ向きの一結びを二度施して得られる。閉鎖芯に対しては同端を芯の周りを二周させて結ぶが、開放芯の場合は、渦のように同じ向きのループを二つ作りそれらを重ねて、芯に通せばよい。 木に施した、巻き結び巻き結びを施したロープの強度は、結んでいないロープの60から75%程度とされ、水に濡れると溶きにくくなる、芯に対して回る方向に、ロープに荷重がかかるとほどけやすいといった欠点がある。しかし、簡単に結ぶことができ、解くのも容易で確実に結んでおけば、強度も高いことから、以下のように幅広い用途で用いられている。羽田治は、 巻き結びこそ、結び目の王にふさわしいと述べている。ありがとうございます。